よいしょ。誰か掃除してください。こんにちは、兄です。僕の遊んでいる机周りなんですけど、ただいま絶賛ぐちゃぐちゃ中です。スペースが全然ないです。非常に参ってますね、今。パツパツなんですよね。上の棚ももうちょっといっぱいいっぱいです。はい。で、あと、まあ、こうフィギュアの棚ですね。ここももういっぱいで、正直、もう一個これないと入りきれないですね。フィギュアーツも半分ぐらい箱に入ったままになっちゃってます。どうしたもんだか。で、ね、以前棚の紹介をね、ちょっと、しようかなって話をしてたので、今日は棚の紹介をしていきたいと思います。じゃあ、こっから行きましょうかね。はい、ここの段は、フィグマですね。フィグマの、竜騎士たちです。こんな感じで、いるんですけども。一応、全員揃ってます。フィグマブランク体だけ持ってないですね。はい。で、一段下がって、ここはダブルですね。ダブルの全部のフォームがあります。小説に出てくるサイクロンですね。サイクロンだけが、ここには並んでないんですけど、箱に入ったままで、そのまま放置されてます。よいしょ。ドラえもんチップスがちょっといっぱいあるんで、よく行って。で、その次の段ですね。ファングジョーカーに、奥にブランク体の隆起ですね。まあ、フィギュア2を持ってるから、まあ、フィグマ買わなかったんですけど。で、それから、エクストリームとか王者とか、あと、電王がちらちらとあります。電王も、他にもあるんですけど、ちょっと、出すのがめんどくさくてそのままになっちゃってますね。これもね、ちょっと電王みんな並べたいんですけどね。はい。で、一番下は、一番手抜きです。いつも何か物が置かれて見えなくなっちゃうんで、ちゃっちゃっと置かれてる感じですね。アギトの、まあ、アギト関係のバイクと、あと、なんだか適当に、ウィザードとか、ワイズとかですね、置いてあります。で、こっち側に移ってくると、ちょっと下の方で移しづらいな。よいしょ。兜ですね。兜のキャラ5人です。4月だったかな？新素体の兜が出るので、またそれでね、どんどん出されるのかと思うと、また買わなきゃいけなくて大変なんですけど、でも、まあね、兜は、かっこいいですしね。まあ出たら買っちゃうのはしょうがないですかね。はい、そして、アギトです。本当はここに、バーニングアギトがいるはずなんですけど、ただいま箱に入ったまま、バンダイからの連絡待ちです。はい、一個上に上がって、ここはフォーゼですね。フォーゼのコーナーなんですけど、地獄兄弟が、ここに二人ちょっと紛れてます。フォーゼも全フォームあるんじゃないかな、ここで。はい。はい、その一個上の段は、オーズです。オーズ関係が、ずらりと並んでいます。ここも一応大体あるんじゃないかな。なんかちょっと特別なフォーム以外はあります。はい。ここはですね、その一個上ですね。よく遊ぶバイクたちがずらずらっと並んでます。で、端にドロッセルお嬢様がちょっと壁向いちゃってますけど、います。はい。で、今度冗談いきます。
はい、上段のここの段は、昭和ライダーなんですけども、この間作ったトランスフォーマーのロボットをちょんと置いてしまったので、こうストロンガーとか隠れちゃってますね。はい。で、新しいブラックは箱に入ったもので、旧ブラックが並んでます。で、次の段ですね。ここは今、戦隊ものが入ってます。端から、ゴーバスターズ。ゴーバスターズの3人と、バディロイドたちですね。で、その隣で、ゴーカイジャーのピンクとレッド。で、ゴーカイジャー。ゴーカイジャー全員並べたいんですけど、買ってはあるんですけどね。スペースの関係上、たまたま遊んだ2人が、ここにいるっていうだけですね。で、奥に真剣者の真剣グリーンとクロコちゃん2人で、デカレンジャー、まあ、デカレンジャーも真剣者もね、本当は全員並べたいんですけど、まあなんとなくこの人たちが並んでるだけです。もう意味はないんですよね。綺麗に並べたいな。はい、で1個上がって前傾でいくと、はい、こんな感じで、ここは、タイバニコーナーですね。はい、クソスーツです。今ね、映画やってるんで、早く見に行きたいです。で、あれですね、ブルーローズとファイアエンブレム買ってあるんですけど、まあ、出すのがちょっとめんどくさくなっちゃってて、並んでないです。ファイアエンブレムはね、ここですね。ここにいます。出そうと思ってそのままになっちゃってますね。よいしょ。で、一番上は、ロボコンですね。新しい方のロボコンですね。はい、こんな感じですね。ロボコンはね、可愛いんですよね、キャラクターがみんな。で、こっち側が、ダブルのドバンとその先ファミリーですね。そして僕の大好きなクレイドール。いいですね。オレンジナスカもね、出そうと思って、そのまま箱の中にいます。一個下がると、ここがね、自分でも意味不明なんですけど、トランスフォーマーがなんかちょこちょこっといて、兄弟員。で、恐竜グリードとエイジグリード。本当はね、ここにグリードたちを並べる予定だったんですけど、なんとなく、片付けした時に、ここにポンポンと放り込んじゃった人たちがここにいるって感じですね。はい。で、一歩下がると、ここ僕の大好きなコーナーですね。フォーゼのゾディアーツたちですね。かっこいい。サジタリウスを、買ってあるんですけど、スペースの関係上なんか出せなくて、結局そのまま放置ですね。はい。いやー、かっこいいですね。十二使徒全員早く出てほしいですね。そして、最後の段は、ベンライナーです。電王のイマジンたちが勢揃い。アナちゃんもいます。で、一人だけちょっとね、若干違う人がいますけど、まあ、この人はなんとなく遊んだ後にそのままポンとしまわれちゃった子ですね。そんなわけで、ちゃんと整理されてないんですけども、これが僕の今のフィギュア棚です。ちょっとここ本当にいっぱいいっぱいなんで、ちょっとね、引っ越しを考えていて、フィギュア棚もね、ちょっと新しいのを新調して、もっと飾れるようにしたいなと思ってます。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。パンツ履いてました。ちょっとね、見えるんですよね。若干、いやらしい感じ。